密室殺人、密室殺人、密室殺人は、推理小説などのフィクションで、密室、外と出入りができない部屋の内部で人が殺されており、なおかつ、その犯人が、室内に存在しない状態のこと。推理小説の設定の一つである、不可能犯罪の一種。密室殺人は、偽造アリバイと並んで、本格推理小説の代表的な題材である、 特定の登場人物、犯人による犯行が不可能であるように見せかけるのがアリバイトリックであるのに対し、登場人物のみならず、作品世界の全人類に実行が不可能であるように見せかけるのが密室トリックである。この見せかける主体は第一に作者であるが、作品中に密室殺人を現出させるにおいては、犯人の意図、被害者を含む犯人以外の意図、 偶然の作用の三つの経路があり、さらにこの三つはしばしば入り混じる。作者がダイレクトに読者に作用を及ぼす呪術トリックは、密室構成への適用は、ごく少ない。基本的に、アリバイトリックが遂行されていたことは、解決の時点まで明示されないのに対し、密室トリックの存在は、一見自殺や事故という状況であってさえ、読者が早々に予想できるように展開する。 そのような作例が多い。推理小説における密室とは、一見人の出入りが不可能な部屋を指す。内側から施錠された部屋が典型例である。密閉の厳重さは、人は愚か空気の流通さえない状況を提示して、謎を強調する作例がある。逆により緩やかな状況、出入りが可能でも足跡がないことなどにより犯行時には、人の出入りはなかったと判断されたり、 絶えず、視線にさらされていたがため密室であったとみなされる作品もある。また、球場、列車、都市など部屋よりも、はるかに広い空間が閉鎖下にある場合や、崖や川など、自然の造形が確実に一役買っている空間が、密室に見立てられることもある。また被害者ではなく容疑者や狂気などを密室に置いて、鉄壁のアリバイに等しい、限定された不可能というべき状況を提示した。 作品もある。密室で他殺死体が発見されながら、室内に犯人がいないという、競技の密室殺人の場合、以下の要素のいずれかに疑瞞、トリックが存在する。推理小説の元祖とされるエドガーアランポーの、モルグ街の殺人以降、多くの作家の手によって、バリエーションを増やし、部屋や閉鎖とは無縁な状況が、次々考案されるに至り、不可能犯罪。 の概念が見出されることになった。サブジャンルとしての流星には、ジョン・ディック・スンカーの貢献が大きい。日本でも、江戸川乱歩から現代に至るまで象徴はあっても、一定の人気を得てきた。横溝正史は、一人二役、顔のない死体と共に推理小説の三、大トリックとしている。カーが、長編小説、三つの棺の一章をレクチャーに割いて、以降、トリックの分類自体が、 読み物として、幾分の人気を得て、小説内の講義や、独立の文章として何種類かが発表されていい。またロバート・エイィーの楽と、ルーム・マーダーズ・アンド・アザ・インポッシブル・クライムズでは、小説中の不可能犯罪の状況と解決の、要約が2000編以上まとめられている。密室殺人を扱う推理小説には、トリックと不可能と思われていたことが、実は、 可能だったと示す解決が必要である。ファンは、その単純かつ強烈な効果やトリックの独創性を堪能し、多方陳腐さや実現困難性、現実性の欠落などを批判する。密室トリックは目的によって2種類に分けられる。不可能を可能にすることと、可能を不可能に見せかけることである。前者はすでに存在する密閉を突破するトリック、後者は 犯人が偽の密閉を生成するトリックと言える。後者は前提に限定が少ない分変化をつけやすく圧倒的に多い。ジャック・フットレルの13号独房の問題は前者だけで構成されている数少ない作品である。数少ないというのは犯人は当然捜査人から具体的な方法を隠す必要があるのでトリックによって可能になっても不可能に見せかけなければならないからである。 特に長編において、実は自殺、抜け穴、針と糸の密室、殺人機械などという解決は批判される。千編一律の類例、読者の知り得ない技術はアンフェア、気の利いた手がかりを配置しがたい、逆に普通に伏線を張れば、読者に一目瞭然といった理由である。ただし新たな工夫を加えて、高評価を得ることもできる。室外から糸を引けば、 掛け金がかかるようにその糸を張るため、適当な場所に針を打つという、針と糸の密室を例にとると、糸を室内へ通す空撃にトリックを凝らしたカーの長辺や、極端にスケールアップして別物に見える横溝の長辺などがある。独創性については現在までにネタが出尽くしたとも言われ、新しいトリックは生み出しにくいとされる。乱歩も類別トリック修正。 1953の中で新たな密室トリックを見つける難に触れている。意図的な密室の場合、まず必要になるのは実行動機である。以下のような理由が設定された犯人にとっては密室を作り出す手間や、露見のリスクを圧倒しうると読者が納得しなければ、現実的ではなく、アンフェアという批判の対象となる。実は、事故や自殺だった。 殺人者が預かり知らぬ偶然や、第三者の工作によって、密室殺人と化す、などの作例も多い。外然性の問題は、絵空ごとで多いに結構。要はその世界の中で楽しめればいいのさ。あやつじゆきと、実覚館の殺人など、娯楽性を優先する見方もある。作品の評価は、読者の知識や思考、シリーズものか否か、長編か短編か、 シリアスや下作仕立てか、作者の出力などにも左右される。効果が重視される短編においては一箇所際だった部分があれば、他の部分に筆を惜しんでもある程度は許容され、ユーモアミステリーの場合は説得力の薄弱は、ある程度は多めに見られる。十分な出力があれば、多くの難点をカバーし得る。なお、作品の評価は高くても、 密室の部分についてはあまり問題にされない作品もある。例えば、島田総司の先生術殺人事件はその一例である。高木明光の死生殺人事件も密室トリック自体は平凡なこと作中で、高津京介が言う通りである。ここでは状況の各パターンについて解説する。生成方法のパターンについては密室の分類と 密室講義を参照されたい。密室殺人という言葉は、しばしば不可能犯罪と同義に使われる。競技の密室殺人は、施錠によって内側から密閉された部屋で、閉鎖解除と同時に、他殺死体が発見される、という設計である。外側からの閉鎖の例も多い。監視下にあって事件に関連しうる、時間内には、出入りがないと確認された部屋での殺人である。 この場合、監視の中断の有無が問題となる。外側からの施錠を密室に仕上げるには、風呂や合鍵の存在を否定しておくなどして、途中の閉鎖解除がない、あるいはないと思わせる必要がある。砂やぬかるみ、雪などがあり、人が通れば必ず足跡を残すはずなのにないという、設定もある。二次元の密室、雪の密室、足跡のない殺人などと呼ばれる。 これには二つのパターンがある。砂他に周りを取り囲まれた建造物の中で死体が見つかる場合と屋外で死体が見つかるが被害者以外の足跡がない場合である。足跡がつく間は密閉が続いていると考えられる。以上の設定に人間の消失を加えた例もある。施錠中に例えば窓から被害者以外の人物が確認されるが入ってみるといない。 監視中に入っていく人物が観察されるが出てくるところは見れていない被害者以外の足跡もあるがその主は建造物の中あるいは被害者の脇にいないなどである他にも例えば床がきしみやすく足音を立てずにはいられない窓と扉の隙間にはすべて接着剤を塗った紙を内側から貼ってある池の中の小島が現場だがボートや 潜水服はなく水中ビルが大発生しており泳いで渡ることはできないなどの設定がある。密室殺人とは言いが大不可能犯罪としては囚人監視の殺人がある。目前の人間が倒れたので近寄ってみると殺されているが周辺には誰もいなかったという設定である。多くの人間を要した当初船舶、列車、建造物などが 人意や自然現象で密閉されている中、殺人が起こるという設定の小説があり、古塔もの、雪の山荘、クローズドサークルドと呼ばれるが、密室の一種とみなす向きもある。アガサクリスティの、そして誰もいなくなった、1939は、古島の連続殺人で、生き残りの中に犯人がいるはずが、最後の一人が吊り下げられた罠を発見した時点で、 本来の密室殺人へと様相を一変する。同様に作者がやはり最後まで隠したところ、設定を忘れてもトリックは、記憶に残った読者が密室物として権限するという不幸なもとにある、小説も存在する。江戸川乱歩は、D 坂の殺人事件、屋根裏の散歩者、1925などの作品で密室状況を扱っているが、文中に、 密室という言葉は用いられず、評論、入り口のない部屋、その他、1929, 楽屋話、1929, では、出入り口のない部屋、バンダインを読む、1929, では、室外にいて、室の内側からドアに女王をロろすトリックという、表現を使っている。その他の作家も、日閉室内よりの犯人闘争、大場竹都市。 13号室の殺人1930や密閉された室内内側から密閉された家屋桂山二郎、骨1931としか書いていなかったランポが雑誌探偵小説に寄せた探偵小説のトリック1931でルルーの黄色い部屋の秘密についてあの素晴らしい密室の犯罪というトリックと書いているのが書室とみれ 小説中で用いられているものとしては、オグリムシタロウの完全犯罪1933の中にある完全な密室の殺人という記述だとされる。ヘロドトス、歴史の第二巻には、ピラミッドで起こった密室での盗難と、首なし死体の発見が記されている。ダニエルカキホイの一編、ベルトリウには、抜け穴を通ってベルガミの神殿に忍び込み、蜘物を盗み食いする。 最新一族の物語がある。推理小説の公子たる密室小説、モルグ街の殺人から半世紀が過ぎると今に名を残す作品が現れ始める。アーサー・コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものの一編、マダラヒも最初の長編密室物と言われるイズレール・ザングウィルのビッグ・ボーの殺人である。ザングウィルの作品は 解決が抜け穴ではない最も初期の例である。捜査技術が発展し、不可能犯罪は、現実では困難になっていったが、小説の世界では1890年代になって、やっと展開が始まったわけである。1890年代から1920年代の、シャーロック・ホームズとそのライバルたちの時代を代表する、密室は、ガストン・ルルーの長編、黄色い部屋の秘密であろう。 短編では、GK チェスタトンのブラウン神父ものに、秘密のには、狂った形、見えない男、ムーン・クレサントの奇跡、翼ある剣ほか、オースティン・フリーマンのアルミニウムの探検、メルビル・デイビスン・ポーストのズームドルフ事件などがある。19世紀にはバルザック、赤い宿や、フィッツ・ジェイムズ・オブライエン、混合石のレンズ、やや後には先、メス・オオカミなど、作者が、 推理小説やそのパロディを起としていない、質小説が存在する。1903年に、サミュエル・ホップキンズ・アダムズが、足跡のない殺人の元祖、飛んできた死を、翌年には、メルヴィン・エル・セブリーが、囚人監視の殺人の元祖、セダロ・エニグマを発表。不可能犯罪は、部屋という要素にこだわる必要がなくなった。一方、1905年には家計に勝つため、 思考機械の異名を取るオーガスタスス・カイエックスバンドーゼン教授が脱獄を実行するというフットレルの13号独房の問題が発表されている。思考機械は後にいくつかの不可能犯罪を解決してもいる。さらに検証付きの密室も登場。エドガー・ウォーレスはタリスプレスという出版社を起こし、自身の諸女作、正義の4人を刊行する。本に解決はなく、 未室の謎を解いた者に500ポンドを支払うと発表した。しかし、陽光に正解者から抽選で受賞者を選ぶと記載しなかったので、早々に深刻な資金難に追い込まれた。1930年に夜歩くと題するパリのナイトクラブの一室を密室に仕立てた長編で、ジョン・ディクスンカーがデビューした。以降1972年まで本名と、 筆明カーター・ディクスンで多くの作品を発表する。不可能犯罪物では、元祖、密室抗議で知られる、三つの棺と密室の中で、多殺死体と共に見つかった男の才を描いた、ユダの窓、ディクスン名義の二つが存在。他、プレーグコートの殺人、白い創印の殺人、家計法廷、曲がった、蝶蓄貝、爬虫類間の殺人、囁く影、 ヨーマの森の家などがある。カーのシリーズキャラクターは、ギデオンフェル博士、ヘンリー・メリベール卿アンリバン・コラン、マーチ・大佐の4人が知られる。不可能犯罪を専門にした作家は他にも、キャロライン・ウェルズ、アントニー・ウィーン、クレートン・ローソン、HH ・ホームズ、アントニー・バウチャー、ピエール・ボアロー、ジョゼフ・カミングスなどがいる。カー以降の専門作家を密室派として、 一括りにすることもあった。この時期の主な長編は、バンダイン、カナリア殺人事件、フリーマン・ウィルス・クロフッツ、二つの密室、エラリー・クイーン、チャイナ・ダイ・ダイの謎、ジョナサン・ナティマー、処刑6日前、レオ・ブルース、三人の名探偵のための事件、クレイトン・ロースン、帽子から飛び出した死アガサ・クリスティ、ポアロのクリスマス、ヘイク・タルボット、マヌ・フチほか、 短編では、ロナルド・ノックス、密室の行者、ジョルジュ・シムノン、クロワルースがい小さな家、デイリー・キング、クギト・レクイエム、マージェリー・アリンガム、ボーダー・ライン事件などがある。長編は、エドマンド・クリスピン、キンバエ、消えたおもちゃや、白鳥の歌、クリスチアナ・ブランド、自宅にて救世、ハーバート・ブリーン、ワイルダー一家の思想、アラン・グリーン、くたばれ健康法、 ピーター・アントニー、衣装と棚の女、エド・マクベイン、殺意のくさび、ジョン・ルカレ、高貴なる殺人、タッカー,コー・コ刑事崩れ、ヒッピー殺し、シューバル・バンバール、密室、トニー・ケンリック、スカイ・ジャック、キャサリン・エアード、そして、死の鐘が鳴る、ジョン・スラデック、黒い霊気、見えないグリーン、ハーバート・レズニコーゴールド・イチ、密室、音のない部屋の死、ピーター・ラブ・ゼー。 両県クラブほか、短編は、ロバート・アーサー、ガラスの橋、フレドリック・ブラウン、姿なき殺人者、笑う肉屋、スティーブン・バー、最後で、最高の密室、ウィリアム・アーデン、マイクル・コリンズ、奇妙な密室、エドワード・ディ・ホックのサム・ォーソー・ミー・シシリーズほかなど。中でも1987年に、第四の扉でデビューした、フランスのポール・アルテは久々に現れた。 専門作家と言える。カーの愛読者で最初は、フェル博士物を書き継ごうと考えていたが、許可を得られず、アランツイスト博士という、イギリス人の探偵を想像した。詳しくは、日本の推理小説誌も参照。明治になり、海外からの情報が入ってくると、まず翻訳という形で世間に伝わった。水田南洋分け、読者の秘密、アーサー・コナン・ドイル。 マダラの紐などがあったが、密室を強調していない。初期の作品では、江戸川乱歩の書いた、D 坂の殺人事件、1925が有名である。明智小五郎のデビュー作でもあるが、明智が、ポーやルルーの名前、作品名を挙げており、密室を意識していたことが伺える。明治期に意識されていなかった密室が、大正期になり注目され出した理由として、 鍵のかかる部屋の普及にあるとされ、小栗虫太郎の完全犯罪 1933? など、乱歩以外の作家も密室に挑戦するが、乱歩の作品も含めて、そのほとんどが機械的、理科学的であり、リアリティのかけるトリックであった。戦火を避け、岡山県に疎開中、カーの現象を読んで衝撃を受けた横溝聖子が、 開戦を続けざまに書き上げた二長編、本陣殺人事件19、1946、町長殺人事件、1947と共に、日本でも本格推理小説の時代が始まる。本陣は勝手知ったる、岡山の山村を舞台に、親切に囲まれた離れで二重殺人が発生する、足跡のない殺人者で、密室の謎を中心に据えた、唯一の作品である。 近代地光介のデビュー作でもある。蝶々は、連続殺人の一環として、ビル内の密室からの墜落を設定している。戦前多くの作品で活躍した百合先生のほとんど、最後の登場である。他、夜歩く19、1948, 女王鉢19、1952, 悪魔が来たりて笛を吹く、1952が、横溝の主な密室である。 高木や機密は乱歩に、死刑殺人事件、1948の原稿を送りつけて認められた。浴室を現場にして、本人同様日本家屋の密室を実現している。農面殺人事件、1949、探偵作家クラブ賞受賞、死刑に続く、高津京介者の、呪縛の家、死を開く扉、我が一行時代の犯罪、養父の宿、 影なき女、他、ハの女など、被害者を密室内に搬入するトリックを逆密室と名付けたことでも知られる。その他、島田和夫の西警察人事件、相川哲也の赤い密室、白い密室、砂とクラゲと他殺にしてくれ、いずれも短編、アスカダカ、天マ一、大坪砂を、楠田京介、東、旧兵、和シ三サブロなどが続いた。 芥川賞作家で、主に歴史小説を書いていた、松本清張は、張り込みで愛読していた、推理小説の世界に、デビュー、テント戦、目の壁、ゼロの焦点、顔、地方紙を買う女ほか、ここ20年前の横溝の再出発時を思わせる、勢いで、にわかに社会派推理小説の時代が到来する。規制作家のマンネリ化、目に余るリアリティの欠如、トリック以外が、 本格推理小説としておざなりな作品の判断なども、その躍進を後押しした。密室については、老いた、無形文化財、木田純一郎、密室論、書室は、佐藤春明義、宝石1961.10掲載と呼ぶ、ものもあった。とはいえ、アスカ疑惑の夜、死に損ない、佐野洋、一本の鉛、二季悦子、猫は知っていた、第三回。 江戸川乱歩賞、日陰上吉、内部の真実、禅の決算、天藤島、陽気な容疑者たち、中井秀夫、虚無への供物、書室は、東秋尾名義、滝川康史、変人島風物史、笹沢佐保、突然の明日、陳春心、放つ母園など室、両友他の時代に引けを取るものではない。昭和三十年代になって、初めて長編で、 多様さを見せることができたとさえ言える。社会派は事実上、成長の一人舞台で続く水上勤務、黒岩十五は本来の資質が社会性にはなかった。結果再びマンネリ化して読者が離れ、1960年代半ばには推理小説の刊行数自体が大幅にいった。戦前の新青年に代わって戦後の推理小説における日の木舞台であった。 雑誌、宝石も、公文社に売却され、小説誌ではなくなった。60年代の末になると陶社、三31書房、他から小栗、夢の旧作、久尾獣覧など、戦前の探偵、電気、大衆小説が続々と復刊、乱歩や横溝の新しい全集も現れたこの、リバイバルブームは、桃源社キャッチフレーズを借りて、大ロマンの復活と呼ぶことも多い。 さらに1971年、八津墓村が角川文庫から観光、1975年には玄栄城が創刊される。この時期は乱歩賞受賞者に密室小説を書き続ける作家が集中した。海戸英介、ベルリン、1888年第13回、森村誠一、構想の四角第15回、大谷陽太郎、殺意の演奏第16回。 以後受賞作には密室が多い。1974年には日本初の密室アンソロジー中島川太郎編密室殺人傑作戦が刊行。翌年には渡辺県次の13の密室現在に至るまであゆかは山崎ゆずる二階堂レートなどが多数編集している。1980年代にかけての密室小説は山村美沙花の筆に アワサカツ乱れからくり、笠井清、サマーアポカリプス、島田総司、斜め屋敷の犯罪、大阪強、裏切りの日々、鈴木道夫、なめくじ、長屋取り物騒ぎほか。1987年、綾辻幸人が、島田総司に推薦され、実格館の殺人でデビュー。この後の新人の本格推理小説は、新本格と呼ばれることになる。 中では、歌の正午、二階堂霊と、柄型な一などに、密室の作例が多い。密室殺人には、不可能状態を作り上げるトリックが必要であり、数多くの作家や評論家が、密室殺人の体系的な分類に取り組んできた。作中で、探偵役など、登場人物によって示される分類を、カーにあやかって、密室抗議と称することがある。 三つの棺の十七章、密室の講義、ザ・ラクト・ルーム・レクチャーにおいて、探偵役のフェル博士は、密室殺人に用いられるトリックを分類している。概略は、以下の通り。まずを除外した上で、博士は汚いやり方と評した。クレートン・ロースンは、帽子から飛び出した。死、1938の十三章、脱出方法で、カーのものを、 ほぼ踏襲する形で密室講義を書き、新たに死体発見時に犯人が室内にいる場合をいる。ディクス名義の苦弱の羽根でヘンリー・メリベール卿は犯人が密室を生成する動機について語り、4つを挙げている。H.H. ホームズ、アントニー・バウチャーも密室の魔術師1940で密室の分類を試みている。 カーと比較すると単純な分類ではあるが、犯行がいつ行われたのかという点に目を向け、分類に時間軸を加えている点で重要である。江戸川乱歩はカーの講義を絶賛したが、これで完全というものではないとして改変が加えられた。例えば、密室の原因というものにおいては統一されていない、などという欠点がある。乱歩は類別トリック修正。 1953で、カーやロースンを習っているが、独自に改良を加え、4つの大きな項目に再編した。乱歩の分類に対して、淡坂妻かは、トリック公共局1981で、二階堂レとは、悪霊の館で、問題点を指摘している。例えば、悪霊の館の探偵役、二階堂乱子は、 室外から鍵をかける機械的トリックをこの中のどれに分類するかが難しいことを挙げている。また、山口雅也の十三人目の探偵士、二千二は基本的に乱歩の分類を踏襲するが、部屋と被害者、犯人、狂気の三要素との殺人があった時点における関係性という視点を示し、ホームズが示した動的な要素を組み込んだ。天木一が雑誌、宝石、 1961の密室特集号に密室作法を書いた。カラ乱歩など過去の分類を挙げた後に乱歩の分類の欠点として密室の作り方に触れていないことを指摘し密室の定義と分類を行った。甘木は時間 t について殺人が犯された時刻 r、推定犯行時刻 s、被害者絶命時刻 q としたときに Q と S が R と一致しないことが手品の種になるとして密室殺人の定義を T イコール S において監視、隔絶その他有効と見なされる手段によって原点を密室に犯人の威力が及び得ないと見なされる状況にありながらなお被害者が死に至る状況を言うとした上で2つのみなすに着眼して密室の殺人を以下の通りに分類する この記事が雑誌掲載後単行本などとして刊行され、入手が容易となるのは推理小説論のアンソロジー、教養としての殺人に収録される1980年を待たねばならなかったが、多くの密室アンソロジーの解説などによって、その存在と概要は広く知られていた。小森健太郎のローウェル城の密室の登場人物、聖の君による密室抗議の分類は、 大きく、完全な密室、不完全な密室、錯覚によって密室が構成されるの3分類で、天木のものに近い、小森は執筆当時には、天木の記事を見ていない。二階堂霊との悪霊の館では、探偵役の二階堂蘭子が、複数の密室分類法の原理を例示している。また、柄刀内地は、字の結び密室の中で、横軸を、機械性、心理性、 縦軸を人工性、偶然性として、そこに時間軸を加えて、三次元のグラフを示して、密室を分類している。さらに、マヤユーカサは、翼ある闇メルカトルアユ最後の事件の中で、犯人は密室を作る動機の分類を試みている。2010年9月15日、テキサス州、MCM エレガントホテルの宿泊客。 クレックフレニケンが密室状態の348号室で不審死を遂げる事件が発生した。これは密室抗議その2の1に分類される過失致死であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。